先ほどの売上順に並ぶデシル1からデシル10までありましたけど、え実はそこにはあお肉とか魚とか野菜とかあ缶詰だとか調味料のような、日本品とかに分かれるわけですね。えそしてそれを商品別に、えー、分類した表があ、デシル、商品デシル分析になるわけですね。えー、どのお客様が売上を あげてくれるかという質問が荒川先生からこの表を見て話があるわけですけど、えー、実は、えー、デシル1という答えをすると間違いなんですねその人はほとんどその店で買い物をしているわけですからこれ以上売り上げが伸びるわけじゃないわけですねデシル2と3の人が何を買ってないかっていうのを調べると例えばあデシル1の人が魚買ってんだけど デシル2の人、デシル3の人が魚をこの店では買ってないということは、えー、別な店に行ってるということですね。だから、魚の品ぞえが悪いというか、もう切り身ばっかりパックにして並んでるようなとこではなくて、やはり、えー、魚をその場で調理して、 えー、半身は魚にあの刺身にするけど頭は牛を汁にして焼き魚にするよというサービスをしてくれるようなあとこに、えー、お客様が行ってしまうわけですからじゃあ売り場改革をして、えー、今のスペースを3分の1、えー、魚屋さんに来てもらって、えー、威勢のいいけ合いしながら今日はねこんなにいい鯛が入ったから3枚におろしとくから買い物してる時に。 帰りによってちょうだいって言えばあそこでよその店行くもお客さんが戻ってくるわけですねえー、売上順にお客さんを見てるだけではなくてお客さんが何を買ってるかっていうのがここから出てくるわけですそうすると肉の売り上げがデシル2とデシル3が少ないという時には多分もっといい店があ近所にあるんじゃないでしょうかとだったらあそこに えー、着目をされて、えー、力を入れる必要があるのではないかと、私たちは考えています。まあ、売り場改善というか、えー、よそに行ってるお客様を戻すための大きな、えー、指標になると、私たちは考えております。